こんにちは。人間福祉学部1回、田中慎です。前回の動画では、のぞみさんが普段活動している学連について、僕とそうたさんとのぞみさん3人で徹底解剖していきましたが、今回の動画では、そんな学連にどうして入ったのかなど、のぞみさんの思いについて僕とそうたさんでいろいろ質問してみました。この動画をきっかけに、漢学サッカー部のことをより深く知っていただけたらなと思います。それでは、行ってみよう。はい、今から。のぞみがなんかなぜ学年入ったのかとか、結構わからない部分とか、まあ、知らない部分とか、まあ、そういうところ、パーソナルな部分に、今から迫っていきたいと思います。まあ、それについて、どんどん1年生のシンが、質問をぶつけてくれると思うので、のぞみはどんどん答えてください。お願いします。ではシン、はい、早速どうぞ。お願いします。じゃあまず、なんで学年に入ったのかを聞きたいです。はい、まずなぜ学連に入ったかというと、漢学サッカー部に貢献するため、それが一番大きな理由です。で、流れとしては部員ブログにも書かせてもらったことなんですけど、まずは高校の時サッカー部のマネージャーしてたこともあって興味があったので、マネージャーの体験に行ってみて、でその時4回生のマネージャーだった春菜さんから学連のお話を聞いて、なんか自分にとっては、学連の仕事がすごく魅力的に感じて、それを知ったことをきっかけに学連に入りました。そこで学連と多分マネージャーの二択みたいなの迫られてるみたいな感じだと思うんですけど、なんでそっちの学連に入ったのかみたいなのがありますか？はい、それがもうすごく悩んで、学連の募集は秋だったので、その秋の期間まで悩む期間はあったんですけど、もうずっと悩んでて、友達にも家族にもたくさん相談して、決めた理由としては、マネージャーは高校の時してたっていうこともあって、新しいことに挑戦したいっていう気持ちがあったのと、あとは学連っていう仕事は漢学には1人か2人しかいなくって、で自分だけの貢献の仕方ができると思ったので、漢学サッカー部にはのぞみがいないといけないっていうふうに言ってもらいたくてマネージャーでももちろんいないといけないのは同じだけど、自分なりの貢献の仕方っていうのを考えた時に学連がいいなと思って、マネージャーと学連の選択肢で学連を選びました。はるなさんにその勧められて学連に入ったって聞いたんです、さっき言ってたんですけど、その多分勧められただけじゃ普通に入るのとかはいろんな経緯があって入るわけなんと思うんで、そのどうやって入ったのかみたいなを聞きたいです。私自身の経緯としては、その時学連に入ってた人から話を聞いて、学連に入る意思を固めて、学連でそういう面談みたいなのをして学連に入ったっていう流れでした。ちなみにその面談って、テストじゃないですけど、落ちるとかはあるんですか？落ちるとかはないと思いますあ、でもその各チームの代表として来てる、それはもうみんなが分かってる、それはもうルールとして、各チームがこの人だったら推薦できるっていう人が代表として入ってるから、その段階で落ちるっていうことはないけど、それなりの責任感を持って集まってる人が学連に入ります。安心しましたはい、大丈夫ですちょっと話が戻んないけど、漢学サッカー部に入ろうと思ったとか、興味を持ったとか、漢学サッカー部に行き着くまでになんかどんなことがあったんかなっていうふうに思ったんやけど、それはどんな感じだったの？漢学サッカー部っていうのをもともと知ってたっていうのはあったかな。で、サークルの見学も行ったし、他の部活も、ちょっと覗いてみたりして、漢学サッカー部になんか貢献したいっていう気持ちが一番強くなったのは、1回生の時にリーグ戦を見に行った時があって、でそれで、その時は一般の、なんて言うやろ、一般のファンとして見に行ったんやけど、その時は今と違って応援とかあったから、そこで同じ大学生がこんなに必死で何かをしとるっていうのがすごい
びっくりして、でこの人たちのためにできることはないかなって思ったのが一番大きなきっかけだったかな。それなどことの試合いつぐらい、多分ない多分とか言ってここカットして私そう境内やったと思うんやけど、そんな振り返ってないからちょっとまあそこカットしてください、うん、じゃあ、あれか長いヤンマヤンマそんあ、そうあそう長いに見に行ってそうごめんちょっと、はい、気になって聞きました。ごめん、しん、どうぞ。結構大変ですか、学年。まあ、時期によるんですけど、忙しい時は本当に大変で、始発で仕事行く時だったり、終電で帰る時だったり、そういうのはよくあることなんですけど、逆にこれめっちゃ入ってよかったみたいな、ありますか？活動してて、感覚のサッカー部の選手とかマネージャーの子になんか感謝の言葉とか言ってもらう時はすごく多くって、でその時はもう心の中でガッツポーズするぐらい嬉しいです。やっててよかったなって思える時で、あとは競技場で一般の方からも、ありがとうって言ってもらえたり、なんか学連の子たちがこういう風に試合を作ってくれるから私たちは見に来ることができますって言ってくれる人もいたり、そういう時は、すっごいやっててよかったなって思います。でもやっぱ僕たち選手としてもやっぱり楽しい時とかなんか辛い時とか、まあ、あるんですけど、その、まあ、一番めんどくさいって言ったらあれなんですけど大変なのが悩むのが一番大変やと思うんですけど学連で悩むことってありますか？なんか一番悩んだことは学連の仕事というより感覚サッカー部の中での自分の存在、自分のポジション、なんかそれがちょっと難しいなと思った時期があって、感覚のサッカー部には同期の中で学連は自分一人しかいないわけで、同じ学年に同じ立場の人がいないっていうのは共感し合うこともできないから、そこが難しくて、で私は感覚サッカー部に貢献するために学連に入ったけど、感覚サッカー部への直接の貢献が実感できないっていう風に思ってて、蒼太くんに相談したこともあったんだけど、そこで自分なりの貢献の仕方っていうのが難しく感じた時が一番悩んだかなと思います。なんで4年まで続けられたんですかみたいな。続けられた。一番は人の存在、周りの人の存在が大きくて、学連の人もそうだし、感覚サッカー部の人もそうだし、そういう周りの人に支えられて3年続けようかなって思ったのが一番大きな理由で、であとは感覚サッカー部には自分一人っていう中でやりきりたいと思ってたから、もう1年頑張ろうって思いました。そのいろんな経験あったと思うんですけど、学連に入ってから、でその学連に入ってやっぱり変化みたいな、どんな自分自身にどんな変化が、気持ち的な変化とかがどんな感じであったのかなっていうのを聞きたいです。まずはさっきも言ったように成長、自分の変化で言うとその成長っていうのがあって、それまでは与えられた仕事をする、2回生の時は与えられた仕事をこなすこと、リーグ戦を運営すること、もうそれだけで精一杯だったんですけど、与えられた仕事だけじゃなくて自分から見つけて自分から作り出して行動するっていう前向きな取り組み方、それは自分自身変わったかなと思ってます。であとは学連は大人の競技場の方とか、学連には事務局っていう大人の方がいて、でそういった方と密に関わることが多い組織だから、そういう社会人に
なって活かせるような社会のルールっていうのはすごく身についたかなと思います。じゃあもうめっちゃズバリなんですけど、学園に入ってよかったですか？はい、その、活動してる時は本当にしんどいことも多く、もうやめたいって思ったことは何回もあったんですけど、残り半年、まだ残ってる中で振り返ってみても、いろんな人に出会えて、自分自身一回りも二回りも成長できて、自分にとってプラスだったことの方がでも大きかったように思います。ソータさん、どう締めるんですか？いや、なんですか？あのね、いや、なんか締まる、これで。いや、締め全然もうはいみたいな感じで締めれんねんけど、感覚サッカーとして学連に行ってるよっていうことをさ、もうなんかあるような質問ないかなってずっと考えてたんやけど、なんて聞いたらいいやろ。あ、じゃあもうまず私の黒歴史を。何怖いって。黒歴史を後悔すると。もう。ああ、なんか一回その変わったことみたいな、しんくんが質問してくれたときに、あの社会のルールとか、そういう大人になっても役立つようなことっていうのを話したんやけど、それとその黒歴史の話が結びつくんやけど、あの1回生のじゃない、2回生の最初の開幕戦で、私は寝坊をしてしまって、あの1時間遅れてしまったんです。で、私人生で初めて寝坊して、もう今はもう笑い話時効みたいな感じで、でもその一件があってからはもう絶対30分前集合してるから、もうそんな、その過去、もう過去の話として学連の人も笑い話にしてくれてるんやけど、もうその初めて遅刻してしまった時に成分を書いて、部長に、あの会ったこともなかったのにサインをもらいに、反省文にサインをもらいに行かなきゃいけなかったことがあって、もうそこで自分は感覚サッカー部の代表として私は学連に入ったのに、もうこんなことしてられんって、もうすっごい反省して、でそこでもう、自分は学連の一員っていうだけじゃなくて、もう感覚サッカー部を背負って、もう学連の中での感覚は自分でイメージが決まってしまうっていうふうに思ったから、その黒歴史の一件が、あったことでそれを感じたっていうことはありました。これを使えるか使えないかは、え、そうなんよ、それ部員のみんなにはバレてなくって誰も知らないんだけど。そうなん、そんな、もう本当に私はもうその時もう人生終わったと思いました。これはちょっとカットしてくれても大丈夫です、もちろん。ほんまに私感覚サッカー部一員なんやっていうのを、まあなんやろな、失敗からめっちゃ思ったみたいなとこが、もう自分は背負ってるんやって、その時に失敗で痛感したっていうことはありました。まあでもそれ以外にも、学連で仕事してると、いいことも悪いことも感覚のことは自分に来るから、そこはやっぱり感覚サッカー部の代表として自分自身もちゃんとしなきゃなって思うところではあるし、代表として感覚サッカー部にも他のチームにも一般の人にも原動力を与えられるようなチームであってほしいなって、そこは人一倍強く思ってると思ってます。いろんな人と関わるからこそ、自分たちの振る舞いが、まあ望みに降りかかってきたりするし、というところで、まあ、感覚サッカー部が原動力となれることが、まあ、一番いいなっていうと、まあ部員の中で一番強く思ってるのは私ですよと。はい、自負してます。ここでこう終わりに入りたいと思うんですけど、まあ、これを
として、まあ、まずはシンからコメントをもらい、最後にのぞみからっていう感じで、終わりたいと思います。シン、これを通して、まあ、簡単に一言お願いします。ほんまになんか、僕らより選手やなって。うん。ちゃうもん。なんか僕たちはやっぱまあ、プレーでしっかりチームを支えてみたいな原動力を作って、そのまあ、私生活面でも勉強とかもちゃんとして、しっかりチームに貢献していこうっていう感じだと思うんですけど、その僕らのまあお尻もしっかり拭いてくれるっていうのと、自分の仕事もちゃんとしなあかんっていう、このなんか2つをやっていかないとあかんっていう部分で、なんかめっちゃ大変やと思うんですけど、なんかありがたいなってすっごく思います。のぞみはどう、うん、それを聞いて、うん、選手よりも選手ってすっごい嬉しいなんかなんかそうやな、感覚サッカー部への愛とかがないとできない仕事だと思ってるから、まあ、それが、うん、シンくんには選手よりも選手っていう感覚として伝わったんやなと今思いました。すごく嬉しいです。あとは後期が残ってるので後期リーグにはなるんですけど、感覚サッカー部の代表としてもっともっと、うん、YouTube も Twitter も新しいことをしていきたいと思っているので、学連の SNS もぜひチェックしてほしいなと思います。で、その私の頑張りが感覚のサッカー部の原動力になれば、それが一番いいなと思ってるので、そこを伝える努力も、それが届くように努力もしたいと思ってます。これからもよろしくお願いします。お願いします。まあ、今回は、学連についてとか、まあのぞみがなんで学連入ったのか、どんな思いでしてるのかっていうのをここで聞いてみました。その思いっていうのは、あんまり知られてないとか、おのぞみが秘めてるもんやったと思うんで、この動画から、自分のやってることに対して、まあ、絶対に何か誰かが動いて自分たちが成り立ってるっていうのを、なんか少しでも理解してくれたら嬉しいのかなっていうふうに思います。で、感覚サッカー部には、まあ、いろんなメンバーが関わって、まあ、日本一の俺が原動力っていうところを目指してるので、今シーズン、まあ、残り少ないですけど、限られた時間で、みんなで頑張っていきましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。で、この動画が良かったと思ったら高評価と、チャンネル登録の方お願いします。ではバイバーイ。いや、なんか、でもほんまに裏を知れる感じで良かったと思います。まあ、僕高校の時最後マネージャーやったんですよ。どういうこと？